続きまして、宮城県のアイダホネーム青井宏さんからのメッセージです。もう5年ほど前になりますが、40過ぎてから自分は家で男性のパートナーと10年以上同居して生活基盤を築いていると両親にカミングアウトすることになりました。カミングアウトの事情もあって、父はそれ以来あまりこのことに触れていませんが、対照的に母は当初から理解している風でした。なので情報提供もしてあげないとと思って、カミングアウトレターズという本を送りました。この本は同性愛者とその家族、恩師など周辺の人との往復書簡を収めたものなのですが、見るなり回収させようとしてるねんかと言って、その後ぼそっと気色悪いねんと言いました。理解している部分には何だったんだろうと、道は遠いと感じた瞬間でした。でも彼女なりの理解の仕方もしてくれています。自宅で病気療養していて長く帰省できなかった後、この春やっと1年ぶりに帰省した時、心配かけるかなと思いつつ帰れなかったわけを話しました。そしてその間パートナーの彼が支えてくれて、ここまで元気になれたことを話すと、世話になったんやな、きちんとお礼を言うといてやと、かえって安心したような表情で言ってくれました。元気だったりへこんだり、こんな風に彼と一緒にやってるよってたくさんお話ししながら、母の心がほぐれていくのを待とうと思います。あ、父も隣でついていてね。どうもありがとうございました。続きまして、青森県の大学生アイダホネームのサルさんからのメッセージです。人が人を好きになれるのって最高のギフトだと思う。もちろん性別なんか関係ないっしょ。セクマイでよかった。あの子を好きになって生きる喜びを知ったから。セクマイで残念。やっぱ拒否されるのは嫌で、簡単には友達に言えない。それでなんか隠してる気分になっちゃったりするから。あとあの子が好きなんだよ、だから今ハッピーなんだよってみんなに言いたいけど、ちょっと言いにくいから、いや、かなり言いにくいから。ありがとうございます。今日は5月17日、多様な性について考える日です。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、性同一性障害、ヘテロセクシュアル、いろんな性を持った人たちはこの社会に存在しています。学校でも、職場でも、家族の中にも、隣の電車の隣のいる人もそうかもしれません。いろんなところに私たちはいますが、まあ、いて、共に生きています。今日は、多様な性について考えてほしくて、こうやって街頭アクションをやっています。続きまして、全国から寄せられたメッセージを読み上げさせていただきます。青森県の社会人アイダホネームアイリさんからのメッセージです。生きてることに意味があるなら、今こうしてセクマイであることにも意味があるのかな。命がみんなに平等なら、マジョリティもマイノリティも等しく幸せでありたい。人を愛せてよかった。ほんのささやかな出来事を嬉しく思えたり、全てを許せるような優しい気持ちになれるから。人を愛せて残念。人を愛せて残念。時に言葉にできない痛みや辛さがあって、心が闇に飲まれるから。ありがとうございました。続きまして、宮城県のアイダホネーム樋口のり子さんからのメッセージ。社外人うどん屋の方です。いろんな生き方があっていい、それぞれの選択が素敵だよねって認め合う、そんなあったかい社会をみんなで作りたいな。女ってなんだろう、男ってなんだろう、世界には性が2つだけじゃないよっていう国もある。さまざまな愛の形、みんなで楽しまなくっちゃとのメッセージです。どうもありがとうございました。今日は5月17日、アイダホ多様な性について考える日です。多様な性、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、性同一性障害である、ない、いろんな人たちがこの社会で生きています。今日はその多様な性を生きている人たちの声を全国から集めたメッセージという形で読み上げさせていただいております。続きまして、アイダホネームまどかさん、仙台市の会社員の方からのメッセージ。ただただその人が好き、それだけでいい。女だって男だって人間としてその人を愛するのなら、それはとても素晴らしいことだ。多様な性にイエス。も
う一つメッセージをいただいております。友達がセクシュアルマイノリティでよかった。性別を取っ払ってその人を好きだと言える強さを知ったから。友達がセクシュアルマイノリティで残念。性別を取っ払えない人たちの偏見や差別が友達を苦しめることを知ったから。ありがとうございます。続きまして、アイドホネームさやさん、青森県の専門学生からのメッセージです。セクマイだから何と言いたくなります。セクマイだろうがノンケだろうが同じ人間で、同じ人間が同じように人を好きになるのに否定される意味が分かりません。人が人を好きになるのはどんな人でも大切なことだと思います。セクシャルマイノリティでよかった。友達の大切さ、家族の大きさを改めて実感できました。どんなそうでもそうはそうだからずっと友達だよと言ってくれた友達に感謝です。セクマイの仲間とも出会えて本当によかった。セクマイだったからこそ大切なものに気づきました。セクシュアルマイノリティで残念。同級生なのに打ち明けられなくて傷つけてしまったから、つけ目を感じてしまう自分がいて、聞かれたら嫌って思って素直に友達に打ち明けられない自分がいるからです。続きまして、アイドホネームレイナさん、いろんな意味で青森県の方だそうです。マジョリティかマイノリティかはあくまで統計論でも、世の中弱肉強食って自然の説理でも、でも弱者がいるから強者がいて、強者がいるから弱者がいる。どちらかが欠ければ成り立たなくなる。だからどちらが強くてどちらが弱いのか、どちらが正しくてどちらが悪いのか、そんな理論は意味がない。全てに意味があるんだ。一つ一つ、一人一人にそれぞれのどれ一つして同じ意味がない。でもみんな価値は同じなんだ。ありがとうございました。もう一つ、レイナさんからのメッセージ、男女でよかった。男心と女心がわかる。一粒で二度おいしい。男女で残念。自分がわからなくなる。二度追うもの一度も得ず。ありがとうございました。続きまして、宮城の中学生の方、アイドホネーム翼さんからのメッセージです。トランスジェンダーの僕にとって日常生活で不便なことがたくさんあります。その中でもほとんどが男女別のトイレはとても大きな問題です。一種類で全部個室じゃダメなんですか？男子用、女子用、全員用の3種類じゃダメなんですか？ありがとうございました。今日は5月17日、多様な性についてです。マイクを交代させていただきます。